ごきげんよう、マナトです。推しのラブより恋のラブ、続きをプレイします。さて、レンちゃん、浮気浮気疑惑気になったアクルさんは、その答えじゃない、なんだろう、解決の糸口になるんじゃないかと思い、ネットで調べた新宿2丁目界隈への調査を開始するのであった。はあ、面白すぎますね。はい、続きです。仕事帰りの19時前、何度か歩いたことのある新宿東口の広場を通り過ぎ、大通りを渡る。クラブやバーの並ぶ繁華街を視界に入れつつも、私が向かうのはさらに奥。確か百貨店の先、この辺りかな。地図アプリを頼りに向かうと、辺りにそれらしき看板が増えてくる。ウーマンオンリーと書かれた店を覗くけれど、まだ開店はしていないようだった。なんか思ったよりも普通かな。確かに同性で歩いている人は何組か見かけたけれど、普段住んでいる街の繁華街とそう雰囲気は変わらない。そもそもまだあまり店自体開店していないようだった。ちょっと早かったかな。クラブやバーに行ったことはほとんどないけれど、なんとなく夜遊びのイメージがある。ここでもそうなのかもしれない。いやー、でも実際新宿2丁目どんな雰囲気なんだろう。行ったことがない。興味はあるけど行ったことがないので、なんかね、こういうテキストを読むのもすごく面白い空いてないんだ、7時ぐらいって。とりあえず私は時間を潰すために、シノが紹介してくれた書店に向かうことにした。そこでは男性同士の恋愛を特集した雑誌や書籍がたくさん売っているらしい。なんでシノそういうの知ってるんだろう詳しい。そう思いつつも、私以上にマニアックなシノのことだから、きっと以前調べたことがあるんだろう。数分とかからず目的の書店に着くと、私は早速店内に入った。いらっしゃいませ。爽やかな笑みをたたえた白髪白ひげの男性店員は声をかけると、またすぐレジでの作業に戻る。店内を見渡すと、確かに普通の書店とは少し品揃えが異なっていた。こういうところでレンも本買ったりするのかな。あんまりレンが恋愛物とか読んでるイメージないけど。すみません。いえ、こちらこそ。女の人が描かれた漫画が並ぶ棚を眺めていたら、足元がおぼつかなくなっていたらしい。うっかりぶつかってしまったお客さんに会釈をして、私は棚の本を手に取る。これユリって言うんだよね。あ、イラストかわいいユリ畑へようこそ。柔らかな線に女の子同士のキス。表紙とあらすじを見るけれど、どう判断したらいいのかわからなくて、とりあえず棚に戻す。その瞬間、横にいた先ほどの女性と目が合った。なんとなく気まずくなって、私は店を後にすることにした。レジの横をすり抜け、スタスタと早足に歩き去る。店を出ると夜風で肩がわずかに震えた。私は何をやっているんだろう。視線を空に向けると、ビルの隙間から四角くて真っ黒な夜空が見える。針穴ほどの小さな星がキラキラと光って、なんだかとても綺麗だった。空、綺麗ね。あ、
さっきの。突然かけられた声に驚きながら、声のする方向を向くと、そこには先ほど書店にいた女性がいた。私と同じくらいの身長だけど、ヒールの分私よりも高いかもしれない。さっき目があったから、もしかして誘ってるのかなって。いや、それは。思わぬ疑惑に私は一歩後ずさるけれど、彼女はさらに私を追いかけるように顔を近づける。近い。ネオンの光の中でもはっきりと見えるアイライン。その強気な瞳に毛をされそうになりながらも、両手で彼女を押しとどめる。私はそういうんじゃなくて、の…そこまで言いかけて止まる。私はノーマルだから。とっさに出てきた言葉だけど、どこか違和感があった。だって、目の前のこの人は普通じゃないってことだから。歯ブラシ、色地にしようよ。私ピンクがいいから、アクルはブルーとかかな。なんだかそれは、私とレンの世界を分けてしまう言葉のような気がした。ごめんなさい。さっきはただ本を買いに行っただけなんです。そう。私も勘違いして、ごめんなさい。女性は少しだけ笑って距離を置く。ヒールの音がコンクリートを弾いて、カタリと音を立てた。あなた、恋人がいるの？恋人？いや、そういうのじゃなくて、ただ…ただ、なんだろう。騒がしくて、運が強くて、しつこくて、でも、私のことが大好きな同居人。ただ、それだけ。残念。唇に手を当てる女性に胸が苦しくなる。それはたまに連打する仕草に似ていた。ごめんなさい。私もう帰らないと。そう告げて、私は彼女に軽く微笑む。申し訳ないけれど、この場所にこれ以上いるよりは、レンの待つマンションに早く帰りたかった。うん。ちゃんとレンに聞こう。相手のこと。ここめっちゃ良きな。いやー、まあね、ノン系だと、やっぱりそういうね、恋愛対象が同性の人って、どうしてもこう、ノーマルかそうじゃないかって言いがちなんだけど、アクルさんはそこで、レンちゃんのことを思い出して、なんかね、それをまた相手を傷つける言葉でもあるっていうので、いやー、なんかうまいこと言ったなって思います。いや、よくそこで、ノーマルっていう言葉を使わなかったなと、すごく好きなシーンだなって。って個人的には思います。それにレンちゃんのことが思い浮かんで、レンちゃんにちゃんと聞こうって思っちゃうアクルさん、もういいですね。基本的に私は自分の家の玄関を開ける前に何か連絡をすることはない。自分の家なんだから当たり前だと思う。でも今日はレンにメッセージを送ってみた。これから帰るから、なんて、そっけないものだけど。ただいま。あ、おかえり。玄関ドアを開けると、レンはパタパタと駆け寄ってくる。その瞬間、醤油の甘い匂いがふんわりと香った。あれ？ご飯作ったの？
ちょうど今煮込んでるとこ。最近はレイも台所に立つようにはなったけれど、自分で一から料理を作るなんて珍しい。内容が気になったので、ふつふつと煮込まれた鍋の中を覗き込んでみる。鶏肉の煮付け？醤油ベースの煮汁の中には骨付きのもも肉がゴロゴロと煮込まれている。それは年齢の割にはだいぶ渋いチョイスだった。最近肌のメンテナンスに力入れてるの。鶏肉は美容にいいんだって。そう言ってレンはスマートフォンの画面を見せてくる。レシピサイトらしき画面にはコラーゲン豊富でローカロリーな鶏肉は美容の味方という文字が踊っていた。レンの年でそんな混ぜたことしなくても。こういうのは若いうちにやっとくもんなんだって。夏は露出も増えるし。レンは意気込みのこもった口調で説明を続ける。今だって十分可愛いのに、レンの目標はもっと高いところにあるらしい。それにレンは一呼吸置いて私を見上げる。どこか不服そうで、私は思わず首をかしげる。アクル、めっちゃ肌綺麗なんだもん。いや、膨れた顔も可愛いな。あ、もう毎日アクルの寝顔見てるとさ、すっごい綺麗なんだもん。全然油浮かないし、毛穴ないんじゃないのってくらい肌きめ細かいし。毎日寝顔を見てる。っていうか、何勝手に人の寝顔見てるの。アクルにも見せてあげたいくらいなんだから。アクルの寝顔めっちゃくちゃ綺麗で、しかも可愛いとか何って感じ。熱弁。プンスカ怒りながら褒めてくるというよくわからないことを続けるレンに、私は恥ずかしくなればいいのか怒ればいいのかわからなくなってきた。レンだって十分肌綺麗じゃない。あ、そうそう、それわかる。この前エステ行ったんだよね。エステ？うん、だからほら。そう言ってレンはおもむろに私の手を取る。そのまま自分の方に当て撫でるように滑らせた。指先にサラサラとした肌の質感が伝わる。私の指が少しくすぐったいのか、レンは軽く身をよじった。すべすべになったでしょ。ああ、いや、指も綺麗だな。もう顔が可愛いのもあれですけど。ああ、尊い。あ、ていです。ていです。動揺してる。一瞬息が詰まる。とっさに手を離して顔を隠した。危ない。何が危ないのかわからないけど、とにかく危なかった。うん。これがもうナチュラル可愛い。確かにエステの効果出てるかも。ってエステ？なんとなくピンときた私はレンに問いかける。それってどこにあるの？うん、錦糸町の駅前だよ。ほら、駅前に白い大きなホテルあるでしょ、あの中。おや？おや？やっぱり。それは私がこの前レンが女性と歩いているのを見かけた場所だった。レンはスマートフォンのアラームが鳴ったのに合わせて鍋の火を止める。こういう時キッチンタイマーじゃなくてスマートフォンのアラームっていうところがなんか現代っ子っぽいな。何？アクルも行きたいの？紹介するよ。私の中学の時の先輩がエステティシャンやっててね、すっごい上手なの。へえ、中学の時の先輩が
へえ。ねえ、もしかしてこの前の水曜日ってその人に会ってたりした？会ってたりした？もちろん、担当してくれてるし。お分かりいただけただろうか。レンは私がそのエステに行きたいとすっかり思い込んでいるのか、嬉しそうに言葉を続ける。あ、でもその日はたまたまお店の外で会ったから、そのまま一緒にお店行ったんだっけ？そういうそういうそういうことだったか。謎はすべて解けたなんて大げさだけど、あの時の出来事は完全に私の勘違いだったみたい。ホテルイコールそういうことをする場所なわけじゃないなんて、私が一番知っているはずなのに。勤務先がホテルっていうアクルさん。レストランやエステはもちろん、クリニックがあるホテルだって珍しくない。そんなことは少し考えればわかるはずだった。アクルもエステとか興味あるんだね。リンちゃんの勘違い、アクルさんのこの密かな安堵。ええ、まあね。なんだか体の力が抜けて、私は小さくため息をつく。レンはそんな私の様子には気づいていないようで、そのまま話を続ける。そのエステティシャンの先輩、昔から可愛くて綺麗で憧れだったんだよね。めっちゃ優しいし。そうそう。レンは楽しそうにはにかんで肩を揺らす。その笑顔に少しだけモヤモヤしたのは気のせいだって信じたかった。ねえ、ちょっと思ったんですよね。誤解は解けたけど、でもその先輩のことをなんかこう嬉しそうに話すレンちゃんを見て何か思わないのかなみたいなね。そっか、少しだけモヤモヤしちゃったんですって、アクルさん。あー、かわいいな。レンがうちに来てからだいたい1ヶ月。私もレンもすっかり慣れて、家でも外出先でも一緒にいることが多くなってきた。それこそ最初からそこにいたみたいに。でもそれってなんだかおかしいような。それは考えすぎとかではないと思う。だって私とレンはただの同居人なのに。あ、もう埋まってるじゃん。あ、ほんとだ。じゃあ次の時間のにする？オッケー。せっかくだからデートしよう。デートじゃないけど。いや、デートですよ。そう言いつつも、私は上映スケジュールが書かれた映画館のポスターから目を離す。レンの横に並んで歩き出すと、ちょうどバッグの中から振動音が聞こえた。映画見に来たのか。ああ、ごめん。あ、うん。スマートフォンを耳に当てて物陰へと歩き出す。すると電話口からは聞き慣れた声が聞こえてきた。あ、もしもし、シノ？どうしたの？こんな時間に。おや、シノさんからだった。そうそう、昨日のハニガレ見た？いや、ほんと超展開だったんだけどさ。ほんと？ありがとう。ああ、ほんと諦めかけてたからありがたい。あの作者さんの浩平くん、顔が本当に良くて、もう3回は恋に落ちてるんだけど。リリーベは先着順だったから参加券取れたんだけど、ついでにゴミだらけ寄ったらすごいいい宮笹本見つけちゃって、シノに報告しなきゃーって。ねえ、アクル、まだ？ベ
ベンチでずっと退屈そうにスマートフォンをいじっていたレンが、しびれを切らしたように私を見上げていった。だから、他のお店見てていいって。電話口のシノに聞こえないように、マイクのあたりを押さえて小声で言うと、レンをますます不機嫌そうに口を尖らせる。だって、せっかくのデートなのに、アクルと別行動なんて寂しいじゃん。可愛いんだよな。デートって言っても映画を見る前の時間つぶし。それなのにレンはシノからかかってきた電話を切ろうともしない私が不服らしい。それにさっきからシノとずっと楽しそうに電話して、まさかやっぱりシノのこと。何を言い出すのかと思えば、レンは私を睨みつけていぶかしげな表情をしている。電話口からはシノの笑い声が聞こえた。いや、シノ、今のは違くて。やっぱり。もう、わかった。切るから。変に疑われるのは尺だし、シノに軽く謝って電話を切る。それを確認すると、レンはさらに疑いの眼差しを向けてきた。前にご飯食べてた時も私に秘密の話してたし、二人でよく出かけてるし、やっぱり付き合ってるんじゃないの？おかしい、おかしい。おかしい、かわいい、かわいい。だからシノとはただの友達だって。レンはこの前の勉強会以来、すっかりシノに敵対心を燃やすようになってしまったみたいで、ことあるごとに私とシノとの仲を疑う。全然そんな関係じゃないのに。ここでナチュラルにレンちゃんはシノさんに敵対心燃やしてるって書いてありますけど、これやっぱりユリならではですよね。対象が、まあ、男の子に向ける感情もそうだけど、女の子にもその向くんじゃないかっていうのでやきもきしちゃうレンちゃん。いやー、かわいいな。そりゃ小さい頃はふざけてきチューしたりとかしたけど、それだって昔の話だし。遠いうところに飛んだ爆弾を落としていくアクレさん。ほらほら、レンだってクラスのこと中くらいしてるでしょ。多分なんとなくギャルだし、そう思いつつもそれは図星だったようで、レンはぐぬぬと歯を食いしばっている。好きなことのキスは違うもん。だからシノは好きな人じゃないって。むしろそんなこと言ったらシノだって困るだろうし。じゃあ何？だから友達。友達とそんな電話したり LINE したりしないじゃん。そんなこと言ったってレンだって友達とは1時間でも2時間でもいくらでも電話しているような。いや、シノはオタク友達というか戦友みたいな。数々のイベントを乗り越え、共にアニメに涙し、BL 本を作り上げてきた仲間かな。これなかなかね、一般の人には伝わりづらいかもしれないけれど、本当オタク友達ってちょっと特別なんですよね。ちょっと濃ゆいっていうか、なんかね、つながり方、まあ、もちろんあの非オタクな友達もいるけど、その子たちとのつながりも大事だけど、やっぱちょっとね、戦友とかね、その仲間意識がちょっとねあるんですよね。あれ不思議だなと思う。それこそ物販を始発から行って並んでみたりとかね、そういう濃い体験があるからこそなのかもしれないけど、やっぱ同じ好きなものを好きだっていう気持ちを共有してるだけで、なんかちょっと特別感あるみたいな。何それ、わかんない。だよね、ごめんね。それはレンは私たちとは違うし。
さらりと出た言葉。でもそれは真実だと思う。レンは私とは違う。生き方も交友関係も。だから多分これは分かり合えないことなのかもしれない。あ、そう。ああ、ダメだ、ダメだよ、マクレさん。いじけたように足先をプラプラと浮かせながら、レンは小さくつぶやく。それなら、シノとどこにでも行っちゃえば。もうすねちゃった。あ、そっか。え？え？提案とは言えないような愚痴みたいなものだけど、でも、なんでかそれは妙にしっくりきた。息抜き、非日常、バカンス。そういうものが必要な気がしたかもしれない。それいいかも。え？ちょうど来週末は連休だし、一度行ってみたい聖地があったのよね。聖地？は？聖地？早速シノに聞いてみよう。え、ちょっと待って。アクルさん、アクルさん、それあかんやつや。レンの静止も聞かずに、私はスマートフォンを取り出す。そう決まったら、なんだか楽しくなってきた。せっかくだし、検証聖地巡礼旅にしてもいいかもしれない。デデニーランド行ってあげてよ。それは言ってない。言ってないんだ。捏造した約束を叫ぶレンをよそに、私はもう随分と聞き慣れた電話のコール音が止まるのを待つのだった。捏造した。はい、というところで今回はここまでです。連休、連休、デデニーランド行ってあげて、アクルさん。レンちゃんと捏造だけど、それを本当にしてあげて、アクルさん。はあ、いやー、本当にもう可愛いですね。ちょっとずつこうレンちゃんのことを意識し始めてるのかなーっていうのが垣間見えてきてからは、アクルさんの一挙手一投足がもう非常にちょっとね、じわじわときます。いやー、しかし、なんかね、そのシノさんと盛り上がっちゃうのを見て嫉妬しちゃうレンちゃん、ほんと可愛いなあ。あー、誤解も解けたし、アクルさん、そのほっとした気持ちがなんでほっとしたのかとか、そのやきもきもやもやする気持ちが何なのかを本当もっと掘り下げてって思うんですけど、まあお仕事大事かもしれないけど、聖地巡礼本当に行っちゃっていいのって、はあ、はい、まあ次回もこういうちょっとやきもきする感じで。二人のこと見守っていきたいと思います。では次回もどうぞよろしくお願いします。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。マナトでございました。あー、かわいい、かわいいな。はい、マナトでございました。ありがとうございました。